フジテレビ系バラエティ土曜プレミアムトンネルズの2億4千万の大陸スペシャルが19日に放送。6時2億4千万のモノマネメドレー選手権パートでは4番手に古賀柊が登場した。古賀は自らモノマネをコールする営業スタイルでパリ大会で朝5時に開設する濱口京子を筆頭に神取忍、水木しげるなどといったレパートリーを披露。石橋貴明は水木しげるさんのモノマネに注目していた。